今日初めての試みです。串カツ田中をウーバーイーツしてみた。めっちゃ嬉しい。串カツ田中がお家で食べれるなんてすごい嬉しい。うわー、やばー、嬉しい。コップの中にちょっとこのソース入れて自分で作ろうかな。このコップの中にさ、このソース入れればさ、今日はもうお家で一人で串カツだから二度漬けも OK です。嬉しい。いただきます。私レンコン好きなんだよね。これかな、レンコンの串カツ大好きなの。うまっ。玉ねぎだった。今日さ、もう夜は二郎系ラーメンの頭だったんだけどさ、ウーバーイーツ開いたらさ、串カツ田中出てきてさ、もう気づいたら注文しちゃってた。注文してから、うわでもなー、あのこってりラーメンも今日食べたかったんだよなと思って、実はこの後来るんですよ、二郎系ラーメンも。とんでもなく油祭りを繰り広げてる今日の私は。やばいよね。何リットルの油を摂取するつもりなの、この短時間で。しかもこんな夜中に。うん、まあ、チーズある。串カツ田中のチーズも大好きなの私。やば、本当に油で揚げてるってぐらいさ、サクサクスイスイ入っていかない串カツって何なのこれ。この軽さは何なんだろう。あ、やっぱ止まんない。やばいやばいな、串カツ田中ウーバー出てきちゃったな。私毎晩やらかすかもしれないぞこれ。やってくれたな田中。うまっ。これ定番10本盛りなんだけどさ、紅生姜も入ってるの。紅生姜って定番なんだね。うわ、エビだ。嬉しい。なんで私こんな心つかまれてんだろう、串カツに。ものすごい高揚感なんだけど。串カツのどの部分に私はこんなに惹かれて片思いしてんだろう。なんも、たまんないよね。まもなくラーメンも来ちゃいます。来ちゃいますとか言って、その頼んでんのも、このみんなの目の前にいるバカ野郎なんだけどさ。これ何？なんか電池みたい。ん？アスパラだ！そのお店で食べるとさ、アスパラこの1本長い状態で出てくるけど、この箱に入らないから3等分になって揚げてあんだ、アスパラが。もう私串カツの前ではもうちょっとエロスな声が出ちゃう。なんか夜のベッド上で男の前で見せる表情とほぼ同じ顔で食べちゃうわ、串カツを。くだらない、そんな表情も当分してねえのによ。これ何、玉二つ。え、これ何、うん、豚だ。美味しい。これ紅生姜かな。紅生姜をちょっと食べてみたいんだよね。牛だ。紅生姜どれ。
これかな、紅生姜。ん？これ豚だ。これ紅生姜。こんな形なの？串カツの時の姿って。これだ。一気に大人になれた気分。紅生姜の串カツを一人暮らし東京でこんな時間に食べるって、大人になることがいいことなのか悪いことなのか分かんないけど、思い切ったスパイシーな紅生姜だね。パンチがあるよ。こんな女になりたいよね。せっかく大人になるんだったら。なんかしみじみしたわ今。ちょっと切ない気持ち。もう子供ではないんだな私はって今つくづく実感した。この串カツの紅生姜一つで。ちょっとエッチな映画見ながら串カツ食べてんだよね今実は。はあ、何してんだか私。これから二郎系のラーメンを食べるっていうのにセンシティブな気持ちになってる。なかなか豪快な気持ちがないとね、あのラーメンには顔向けできないわよ。目覚ましなさい私。失礼よね、こんなしっとりした気持ちであんな豪快なラーメンを迎えるなんてことは許される行為じゃないことは私は分かってるので。はぁ、あ、来たよ来たよ来たよ。今日私が夢から覚めた瞬間から出会うって決まってた夜のパートナーみたいなもんです。二郎系の油そばです。くせえ。いや嬉しい。くせえ。へへへってなる。野菜マシマシにしちゃったからさ、もう全然麺見えないんだよね。今日ちょっと油そばにしてみたんだよね。いつもねラーメンにするんだけどね。うわーうわーすげー、財宝掘り当てた気分。うわー裏切らねー。うまい。おいしい。ラーメンより結構好きかもな。私の吸引力も通用しないぐらい重量感のある麺。裏切らないね。うまい。幸せ。もう誰にも邪魔させないこの時間は。うまい。もやしが水分すごいちゃんと出してくれるから飲み込むのも楽。ああ、おいしい。今の声もう胃から出てきてるよね。よかったー。串カツだけで我慢しないで。出会えてよかったわー。今晩。朝目覚めた時のフィーリング、信じてよかったわ。うわぁ、重てぇ。もう指筋肉痛になるわ、これ明日。下からちゃんと混ぜたらもっと味してきた。まだまだ私に見せてない顔があったのね、あんた。1回のデートぐらいじゃ理解できないぐらいの男の方がやっぱ魅力的よね。この油そばみたいにさ。この油そばだったらもうちょっとぐらい喉に詰まらせて寝るぐらいでもいいわ。今日気持ちいい睡眠取れそう。
いい夢見えそう。これからの私の食生活を脅かすような二大巨頭に出会えた気分。この油そばと串カツ田中。やば。何か忘れたいことでもあるんだったら、もう油祭りするしかないね。もう心躍りすぎて自分がかじったレンコンの形にも見とれちゃうもん。もう月に見える。三日月みたいだね、もうこの辺にあったら、ほら。ほら。最高。もう今日は私リップクリームいらずなんだけど。すごく潤ってるわよ。メンソレータムなんて頼らないわ、今晩は。うずらちゃんたち食べます。うずらの卵好きな男結構いいやつ多くない？性格がうずらの卵ぐらい可愛い。そんな男多いんですけど、私の周りだけかな。うずらの卵好きに悪い人はいないって言ってたしね、お父さん。かっこ中澤優子。おお、なんか私の動画をね、妊娠中の方とか授乳中のタイミングとかに見てくれてる方多くて、今日ちょっと脂っこすぎるから大丈夫？打って胃もたれしない？大丈夫？偉いよ本当に。自分の時間、自分の身も削って我が子のために美しい愛の形をね、大切にしてね、私の分まで。そんな幸せの形を手にできるかは疑問だから。おはよう。串カツと油そば食った次の日。はあ、今日は目覚めた時に、あ、韓国料理だ。韓国料理を食べたいと思って頼みました。あんだけ油を摂取したのに全然胃もたれもしてなくてさ、胃薬も飲んでないのに。ただもう今日朝起きた瞬間、もう口苦いぐらい喉渇いてた。わかる？喉の渇きの絶頂ってもうすげえ苦くなんない？口の中。多分私すごい口開けて寝るんだよね、毎日。そう、だから起きた時すげえ喉渇いててさ。あとね、あの涙の跡がね、必ずね、起きるとできてるんだよね、最近。夢の中でも泣いてるみたい、私。結構頼んじゃったんだよね。これ、サムギョプサルセット。ちゃんと三種までついてる。あとこの、マンドゥ。韓国風餃子。マンドゥ。すっごく美味しそうな響きじゃない？マンドゥ。プルコギ野菜キンパ。嬉しい。あとね、なんか最近ね、知ったんだけど、この、ソルランタンみたいな。なんだっけ？ソルロンタン？このソルロンタンっていうね、牛骨コトコト系の優しい味のスープ。最近これの存在を知って、ソロランタン？もうこれ覚えらんないのよ。ソルロンタン。この優しいスープに私はね、最近出会ってしまって、そこからユッケジャンスープとかコムタンスープもいいんだけど、このソルロンタンを見つけたらこれにするんだ。味薄系の優しいスープだから味気ねえって思う人もいるかもしれないけど、私は最近これが好きでね。
美味しい。ああ、優しい目覚め。これ美味しいんだよね。ショイロンタンのブーム来そう、そろそろ。あとなんかさ、最近いろんなとこでさ、ちゃんこ鍋見かけるんだけど、肩凝ってる。コンビニでもさ、ちゃんこ売ってたりさ、あとガストでもちゃんこあってさ、次はちゃんこブームが来るんかと思って。ちゃんこブームって何？令和に。もう何でもあり。ちょっと懐かしいみたいな、だったら何でもブームになる可能性あるかっていうね。最近スキスキワンワンっていう、キンプリの岸くんと、ジャニーズジュニアの浮所くんのドラマ、最近ハマって見てる。なんかすごくあったかい気持ちになる。あのドラマ。なんか岸くんのね、私口元の人間味が好きなんだよね。わかる？わかる人いる？これ。ちょっと生々しさがあるところが好きなんだよね、私、岸くんの。あと、このジャニーズジュニアの浮所くんもすごい可愛くてさ。あー、私、だんだんこういう可愛い年下ボーイに心惹かれていってるんだなと思って。浮所くんだったら、養うのに、なんて思ったり。岸くんだったら養ってほしいけど。いつかなんか私変な男に騙されて、ヒモ男みたいな飼ってたら、みんな止めてね。急に動画でここら辺にさ、貧乏学生みたいな、顔だけ可愛い男の子とか映ってたら、ペイちゃんダメだよ。目を覚ましてって、みんな。私を助けてね、ちゃんと。これちょっと、丁寧でいいんだけどさ、全部ラップしっかりかけてくれてるから、食べ始めるまでに時間かかるんだけど、これ。もう嫌だ。この音も嫌。この、カチャ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 、うるせえな。ようやく食べられる状況になりました。ちょっとマンドゥ食べていい？マンドゥ。でかっ。なんかさ、マンドゥってさ、いろんな形あるよね。韓国料理詳しい人ならわかるけど。丸い形してるマンドゥもあるし、こういう普通にさ、餃子の形してるマンドゥもある。餃子ってことなの？マンドゥって違うの？何か違うの？これ。違う、うまい。ちょっとこう、春雨みたいなのも入ってんだ。おいしい。普通の餃子じゃない。ちょっと白ご飯も食べたくてさ。私、なんか昨日から店のチョイス神がかってる。ああ、うまい。もう一気に地獄から這い上がっていける。おいしいなぁ。キンパも食べちゃうよ。キンパ。おいしすぎてやばい。うわ、ちょっと待って。すごいね。家でこんなに本格的にサムギョプサルできちゃうってさ、外出しなくなっちゃうね。でも今日はね、なんかちょっとね、私ね、気分もいいし、顔色いいよね。顔色良くない？なんか。白雪姫みたいじゃない？冗談で言ってんだからね。そう、気分がいいから、ちょっと長めにお散歩行こうと思ってた。なんだその予定。長めの散歩、すごいスケジュールみたいに言うからね。おいしい。うますぎてやばい。
うますぎてごめん。チュッ、うますぎてごめん。マンドゥうまっ。サンキューマンドゥ、私の人生を豊かにしてくれて。なんかさ、あのさ、部屋とかすぐ散らかるくせにさ、この食事中のテーブルの上とかはちゃんと綺麗に保ちながら食を進めたいみたいなのが、なんかそこ几帳面お前みたいなとこあったりすんだよね私。でもあるよね、なんかそのマイルール的な、ここは譲れないけどここは全然気になんないとかさ、おのおのあるよね。なんかそういうのがなんか意外と多いのかもな。めんどくさい気する、周りの人から見たら。お前そんな普段雑に過ごしてるのにそこ譲らないんかいとか、そここだわりあるんかいってすごい思われてそうで。結構韓国料理ってさ、味濃いじゃない基本的に。スープはね、やっぱね、このぐらい優しいぐらいがね、バランス取れていいんだよね。マジでうめえな。最近のマイブームって聞かれたら、ソロランタンって言おう。また言えねえ。なんだっけ、ソルランタン、ソルロンタン、ソルロンタン。聞かれねえか、誰にも。誰も興味ねえか、私のマイブーム。うまっ。私さ、すごいんだけど、食欲、昨日から。いつもじゃんって思うじゃん。いつも以上なの。目に見えてわかるから。私、いっぱい食べるんだけど、すごいじっくり時間かけて食べるタイプなの。だけど、昨日からすごいスピードで食べてんの。求めてんだよ、でも体が。あと、恋なんて本気でやってどうするのっていうドラマも。すげえ感情移入しながら見ちゃった。あ、それこそそれも、松村北斗くんと、あの、広瀬アリスちゃんのドラマ。松村北斗も好き。結構。一番私とご縁がなさそうなタイプの男の子よね。じゃない？まあ、全部ご縁ないんだけどさ。どんな男でも嫌になっちゃうよ本当に。一気になんか今目覚めたわ、自分で言って。ここに来てやっぱり私、キンプリ岸くん好きになってきちゃった。なんか付き合うなら平野、結婚するなら岸って感じ。あ何上から言っとんねん。もう叶わない妄想してるだけだから許してね、ほんと。またまた韓国料理頼んじゃった。今日韓国デーすぎる。昼間もあんだけ韓国料理堪能したのに。うわぁ。しかも美味しそう、ここ。ビビンバと、なんかちょっと、クリアで入れ物可愛くない？プデチゲ？プデチゲだっけ？なんだろう、これは。インスタント麺、念入りに煮込みましたみたいなやつ。ウィンナーとハムとか、結構いろんな具材が入ったラーメンで、すごい食べてみたかったの私。で、今日見つけちゃってさ、最高、食べてみようと思って。韓国の銀の箸とかで食べたらもっと美味しいのかな。一応甘口頼んだんだけど、結構赤いぞ。大丈夫か？本当に甘口これ。信じて口に運ぶけど大丈夫かな。うわ、マジうまそう。
わ、なんかこれ何、お餅みたいなのも入ってる、最高。うまっ。あ、おいしい。うん、幸せ。この韓国料理屋のさ、麺類ってさ、柔らかくなってるしさ、結構伸び伸びの状態が多いんだけど、それでもいいから食べたくなるんだよね。なんか癖になる味。うーん、おいしい。結構入ってるぞこのウインナー。うわ、うまっ。マジ好き、ウインナー。美味しい。ビビンバちょっと久々に食べるな。え、待って、めっちゃ半熟なんだけど。ちゃんと割るよ、見てね、みんな。割れた。わーお、かわいこちゃんだね。普段はあのワンちゃんとかロナに対してしか出てこないかわいこちゃんっていう言葉がビビンバの上の半熟卵に対しても出ちゃいました。そのぐらい私は今可愛いと思ってますよ、このビビンバのこと。わ、待って、しかもなんか米黒い。何これ、米黒いんだけど。太らなそう。白米じゃなかったら私もう1ミリも太んないと思ってるからさ、カロリーないと思ってるので。夜中ですけど思う存分食べれそうです。これコチュジャンかな、ちょっとあんま辛すぎると食べれないかな、こんぐらい。うわ、美味しい。食べてない。まだ食べてないのに。よし、いただきます。あ、うまいぞここ。やっぱ品があるわ、なんか米黒いから。なんかめっちゃヘルシーに感じる、やっぱ白米じゃないと。米がもうアサイーボール食ってる感覚なんだけど私。え、森光とか食べてるんかな、こんなの。食わないか。本当のアサイーボールしか食わないか。おいしい。私さ、森光とさ、誕生日もさ、年齢も血液型も一緒なんだよね。やっぱ似てるもんね。え？なんとか言ってくれよみんな。軽めの健康診断をしたんだけどさ、あの異常なかったよ。え？嘘だろうと思ってるでしょ。本当だよ。ただね、身長がね2センチぐらい伸びてた。私今年で31になるのにさ、まだ成長期みたい。信じられなくない？ちょっとゾッとしたもんね。声出ちゃったもん。何センチですって言われて、え？伸びてるって言っちゃったもん。びっくりしすぎて。だから今31で175ぐらいだからさ、40までにやって180目指すわ。あ、うまっ。心が全く成長しねえ分、体が成長してくれてんのかな、代わりに。うまっ。この謎のハム。おいしい。なんかハムってかあれだ、スパムだ。最高。この韓国料理のさ、もう何でもかんでもごじゃ混ぜ感が結構好き。待って、ごま油垂らそうかな。うわー、でもやりすぎかな。健康診断異常なかったからね。このまま異常なくいくには、このビビンバにごま油かけない方がいいよな。うん。うわー、でも景色見てみたいな。ごま油かけた。どうしよう。
ありましたありました。ごま油探す時だけはこんなに機敏に動けんね。私必死に探しすぎて今爪折れちゃった。本気すぎる自分にドン引き。ちょっとにするよ。でも繊細にかけます。繊細に繊細に、はい、このぐらいですかね。あんまかけすぎてもいいって問題じゃないからね、調味料は。大人になって学びました、それを。うまっ、うまっ。大優勝、かけないという選択肢はなかったわ。やっぱり美味しすぎる。でもさ、こんだけ食ってんのにさ、ちょっと体重減ってた。のんびり生活はしてんだけど、ロナの散歩毎日1時間以上はねしてるの。なんかその効果なのかな。すげえ歩いてるからさ最近。うん、うまっ。